じゃあ今日は鹿沼市のお散歩動画に撮るか、はなちゃん。なんで無視した？うん、来たよ。結構あったかいね。今日すごいあったかくなかった学校。え？寒かった？今日なんか結構昼間あったかかったイメージだけど。今日何を買うんでしたっけ？え？忘れないでよ。ジュースと？ジュースと、ゴミ袋。結構花ちゃん歩くの早いね。パパ、あの、あったか暖房ベストを着てるよ。着てるよ。うん。だからあったかい。かもしれない。川地結構近いからね。え？そりゃセブンのが近いけどさ。今日はお散歩メインだから。どこで渡ろうかな。これでセブンイレブン側にちょっと渡ろうか。うん。もうすぐ青になるから。うん？そうだよ。ジュース、はなちゃん何がいい？わかんない。何でもいい？さくちゃんさっきリンゴって言ってたよね。リンゴでいいかじゃあ。ストーブ欲しい。さくちゃん大きくなったらうちもストーブ買おうかな。なんで？暖房あるけどストーブの方があったかくない？3万円ぐらいじゃない？なんか風が吹いてきて、なんかすごい手が冷たくなってきちゃった。パパが盲腸で入院した病院。なんでそこのケーキ屋さん行ったことある？何十回も行ったことある？パパ一回しか行ったことないんだよね。なんとお店の名前なのこれ。パティスリー読めねえ。河内。よし、今日の目的地河内に到着。リンゴジュースとゴミ袋を買います。よし、無事にゴミ袋とミステリンゴジュース。何のリンゴジュースだ？バイアリスのリンゴジュースか。うん、よし。じゃあまたお散歩しようか。お散歩だよ。ここ渡っちゃおうぜ。この上津賀病院前の、ここだって本当は、車は止まんないといけないんだぜ、こういうとこは。止まんないと思うけど。あ、止まった。行くよー。明日から休みか。え、ほなちゃん。春休み？違うよ。春休みじゃないよ。普通に土日で休みじゃん。私は仕事よ。あ、来たよ。パティスリー。何？え、読めない。英語習ったでしょ。あれ英語じゃないよ多分。多分フランス語。そう。バカにすんなよ。ママ読めるよ。ママ読める？ママ店の名前知ってるだけじゃないの。明日明後日何するの？まだ決まってないの。バーバンチ行きたい。バーバンチ行きたいは、叶うんじゃない？すぐに。さくちゃんもバーバンチ、バーバンチって言うんじゃない？コンビニでお菓子買って帰りたいけど、お金持ってきてないもん。
行かない。お釣りで。なに？お釣りで。お釣りで？そう。お釣りで買っちゃう？うん。やだ、怒られるから買わない。買いたい。ダメでしょ。お願い。やだ。やだ？やだ？やだ。お願い。お願い。やだ。何買いたいの？ポテチ。ポテチ？いやでももう5時だからな。今ポテチ買っちゃったら夕飯に響くから。明日の。あ？明日のポテチ。ダメですよそんな。あ、青になった。あ、ポテチはね、100円ちょっとで買えるから。重たくなってきた？うん？なんで重くなってくる？ずっと持ってると重たくなってこない？うん？そんなことない。うん、今日夕飯なんだろう？知らない。何がいい？俺焼肉がいいな。焼肉じゃないことだけは確かだ。おでん食べて、とんかつ、カツ丼食べたから、あとないか。ひき肉がなんかあったよね。冷凍のひき肉があったから、オムライス。オムライスにひき肉使わないでしょ。食べたいだけ。あ、食べたいだけ？オムライス食べたいなって言えば、夕飯オムライスになる可能性はちょっとあるよ。チャーハン？チャーハンでもいけるんじゃない？まあ、なんか具があればね。玉ねぎとか、ベーコンとかがあれば。ベーコンはなんかなかった気がするな。キャベツみたいなお花？なんだあそこ。なんか、あんなお店あったら知ってた？え、なんかそれ可愛いものいっぱい売ってない？いやなんかちょっと入りづらいからちょっとまた今度にするわ。やっぱこの菊の屋っていうラーメン屋さんに行きたいな。こんなもんだよ。よし、パパはカメラ持つ手が疲れてきたからこの辺にするわ。またな。オムライスだとベーコン。ウインナーでもいい。ベーコンの方がいい。手伝う。はい。何すればいい？ケチャップ。ケチャップ。あとは？ベーコン。ケチャップ。あと何？あと。卵が1個、2個、5個5人分、うん、え、いや6個使おう。いいよ。これを捨ててくれ。真ん中のここに巻く。パンパンだよ。いや、玉ねぎ、玉ねぎ1個でいいかな？ 2 個使った方がいいか？いや、1個が半分ぐらいじゃない？結構でもちっちゃいな、この玉ねぎ。フライパン。よし、じゃ玉ねぎを切るぞ。玉ねぎを切断する。玉ねぎ切れっかな。半分にして、全部できる？半分ぐらい。全部。
とはご飯、あ、ご飯をよそってほしい。これ一人分でしょ。いいです。うん、じゃあ、猫ちゃんもあるぞ。あ、あ、あ、あひどくない、なんて。はぐみ、汚すぎて読めない。どれ、あ、お顔、うん、うまいじゃん。眉毛は自分の、うん、自分の、自分のは上手に描くのね。怖いんだけど、お姉さん。できたぜ、超うまそう。俺のオムライス、いただきます。うまい。いろんな人がいるんだ。お金はカメラとかも、なんか言う。あ、でもさっきよりまた一段となんかプリプリしてない？でしょ？全然違うんだよ。へえー、こんなに違うんだ。うん、すが博士ですね。で、これも写して、お花、これは何？これもあれ、円で買ったのついでに。そう、かわいい、注意。あのね、このね、うん、花の、うん、花びらの数が多いチューリップだって。だから開ききっても可愛い。あ、普通のじゃないの？わかんない、普通がそうなのかもしれない、よくわかんないけど、可愛い、もっちりしてる。増加みたいだよね、綺麗すぎて。まだある。まだあるけど、あの、妻服ダサすぎて写せない。ニゲラ、ニゲラ、うん、もう超おしゃれじゃん。え、違う花でしょ？うん。こっちのなんか、ちっちゃいやつの方がかわいいな。毛が生えてるのかわいい。ん？こっち、うん、すごい毛が生えてる。これが、お気に入りなんですか？うん。すごいいいわ。さすが、鹿沼一おしゃれな花屋。花どころ、園。すごい、でも噛まなくなったの。うん、もう全然噛まない。さっき超噛まれたけど。どっちよ。私を撮ってるのねって言ってる。嘘でしょ。ほら、お、かわいい一言。私を撮りなさい。ダメだ。おお、いいね、いいね。